はい、ロゴができたというか、あれですよね、トレンチの裏地の方の背中のところにバチンとプリントするロゴができたので、まあ、ブランドロゴですね。でももうあの裏、もはやそうですね、タグにもつける、うん、完全に、まあ、確かにそうですね、はい、発表しますけど、これはフォントをただタイプして並べた、うん、パソコン勝手に並べるやつ、うん、これを、バランスをとってこの 1,2,3,4,5,6 文字のバランスで取り直したのが下です。うん、もうなんだろう、カンマ1ミリとかちょっとずらしたいなっていう風に今見てるんだけど、多分何やったかは分かんないから。え、本当このすいませんね、あの聞きたいです、あのここ修正前とこの修正後で例えば人間が見た時に印象がどうちょっと変わったりとかってあるんですか？6文字のひとまとまりにしたの。これは、うん、はい、A から Z まで行っている並び方なの。わかる？これは6文字の並び方なの。あ、そういうことか。だからこれがそばかであろうが、そば食ったであろうが、全部同じ並びになるの。感覚が一緒じゃないよ。V と A と K と A の感覚は違うでしょ。だけどパソコン、このフォントを作った人とパソコンが勝手にこの並びを作ってるだけで、そのうちの6文字。これは6文字のための感覚の6文字。そういう意識でちょっと作りました。世の中の大半の、ポップ類だとか、はい、安く作った名刺類の類だとかっていうのは大半これです。大半これです。気使ってあるところはこういうことあります。なるほど、うん、俺たちも文章のタイプ、ペーパーの書類にするときとかもそれ全部やるからね。感覚とかをちゃんとやり取り直しして、うん、それが整然としてるっていう意識、潜在意識を植え付けるっていうかさ、相手に。スーツを着ていかない代わりにこういうところでしっかりやってますっていう風に。なるほど。そんなおじさん、まあそんな風に選んでもらったフォントを、大きくいじらず、なのでこれ以上もこれ以下もないっていうところがこれなんだよね。うん、例えばもっと細長くとか、そういう極端に見て分かる違いを求めるんだったらそうだねって言って今すぐ修正でもできるけど、うん、これがいいんだけど、なんとなくうんだとしたらもうこれでいこうぜっていうぐらい、うん、もうこのままデータに入れてもいいぐらいに僕一応バランス取ってみました。こっちの最後の K と A の間隔をポチッと押すぐらいの間隔、カンマ 2,3 ミリちょっと外に出したいなって。うん、ここだけもうちょっと離してもバランスいいかなと。ここの V と A は割と広いでしょ。そうですね、これ攻めてるので、ここの K と A もこっちは逆に狭いんだよね。こっちは上げてるのとかね、こっち見て気になる部分を直していって、6文字にした時にもう一回バランス取り直してっていう風にやってて、確かにそういう目線で見るとこれがそこまで整然としてないですよね。うん、確かに言われないと分かんないけどね。本当にっていうか今までその気になりだすとやばいです。確かにこれすごいわ。よく見るとそこまで均等な感覚でもなかったんですね。うん、なんでこれでもしいけるんだったら今日中にもう入稿してとかっていうこともできるし、フリーネーム作るんだったら感覚とかもあるけど、まあでもその辺は正直僕ら素人とかあれこれ言っても多分だからもうどっちがいいかっていう二者択一でね。そうですね、うん、同じさ、例えばこのインチ数の中にそばあかの文字をさ、例えばこういう風に入れたいのかこういう風に入れたいのかっていうのは違うじゃん。わかるかな。切り取り方もそうだけどね、白の範囲というか、このくらいにそばあかって入れる、このくらいにそばあかって入れる、このくらいと、うん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 、ここにね、そばあかっていうのと、ここに一本こういうにそばあかっていうのと違うじゃん、うん、ちょっとスプリームっぽくこのくらいのと、うん、このくらいのってまたちょっと違う、はい、そのどっちがいいかっていうのだけ聞いて、あとバランスを取らせてもらって、はい、それでフリーネームの類をもう入稿しちゃってっていう、うん、それでもええっすよ。どうしましょう。でっかくいきますか。何センチぐらいのがいい。もうネームの話までいっちゃう。はい、せっかくだから。そうですね。
まずタグの大きさ、うん、スバートとかだったらこのくらいのまでね、うん、あえて横は一緒としてこのくらいのとこのくらいのとこのくらいのとどれがいいですか、うん、襟につけるんかここの見返しのところにつけるんかこれからいろんなものにつけていくんか、うん、まあ今回だけの贅沢に今回だけであの潰しちゃってもいいやって言うんだったらそんなこと考えずに、うん、今回だけにも集中して、うん、ここにネームがつくことが多いね。それがここパカッと開けたポケットの下のあたりとかもあります。ただこれは背中にプリントが入るからやっぱこういうオーソドックスな場所の方がそうですね、うるさいです。そうか、そうか、こういうところに貼るのもかっこいいけどね。裏返し切るし、ジャケットですね、うん、これもここですね、うん、ここだね、はい、これはもう ここしかないなぐらい。もうそうですね、そうですね、わかりました。それからここっていうのもこういうところ、ああそれもありですね、こういうところもかっこいいし、ね、確かに、はい、ここだったら僕でかい方がいい。うん、こうやったらでかい方がやっぱね、かっこいいね。で、裏返してきますもんね、これはね。した時にも、うん、わざとらしくていいよね。そうです、確かに。じゃあこういう対比の、64ないし73とかそのくらいの対比の、うん、で、こっちもちょっと男臭いアイテムだからなんかこう、なくていいと思います。太い感じの方がいいから、いいと思います、うん、これですね、うん、で、だからここにそのロゴを大きめに入れるのか、小さめに入れるのかとか、そうそうそうっていうことですよね。そうそうそう、配置を右下にやったりとかもいろいろ選択肢がある。そう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 、でもこれやっぱ裏返してきますもんね。そうですね、それ考えちゃいますね、やっぱりね。あ、なるほど、こういうことですよね、うん、これがここにいるっていうのもよくあるよ、うん、どっちもありだと思うよ。今っぽいんだったらこっちの方がちょっとね、うん、これかっこいいけど一昔っぽい感じはします、ね、うん、俺もそのイメージがありますから、うん、アトリエ系ブランドってよくこういう感じが多いよね、うんうん、黒いベースの上に白いフォントにするとか、白地に黒っていうのもかっこいいね。白地に黒の方がいい気がします。白地に黒、モード、ね、裏地黒ですよね。そうか、シルバーの黒、ね、ああ。もう俺も裏地青だから白でも全然、うん、うん、いいと思うよ、うん、全然いいと思うよ。じゃあ白地に黒、まあまさにこの感じですね。あれ大きさは、大きさこれだね、うん、これで、そうですね、うん、まあ今っぽくだったらこれでいいと思う、うん、でさっきの、なるほど、こんなでかくならないか、もうちょっとこのぐらいの感じがする、うん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 、いいですね、でもいいですね、うん、変に大きすぎるより全然そうだね、うん、だいたいねこれあの原寸大だと思ってある程度、はい、大きく分けたらこれぐらいのやつがよくあるやつなんだよ、だいたいだけど見かけます、うん、まあその方が作りやすいし、うん、1ミリ2ミリの違いだったら工場さんがあのこっちの方が都合いいなっていう方にしちゃおうか。ああそうですね、うん、その1ミリこだわるところじゃないと思うから、はい、じゃあ白に黒の文字でいいですか。わ、はい、かりました。1個だけ赤くしたりとかしなくていいですか。大丈夫です、わかりましたアナーキーマークじゃなくていいですか、はい、大丈夫ですそういうことか。でもあれってことですね、これ裏地にした時にこの、タグのロゴ と、背中のプリントがこう並ぶってことですね。ちょっとね、そうですね、この映像だと分かりづらいかもしれない、うん、開けたこの辺にバーンってなるんだっけ。え、なんかそれいいっすね、ポンポン、うん、良さそう。あれあれ、オリネームはオリネームだよ、うん、これは裏であるっていうロジックだよね、うん、そうですね、うん、あ、確かに面白いですね。そうか、しかもあれか、その後ろ そのタグは白で黒文字でしょ。でもプリントは黒地に、そうだ、リフレクターだ。あ、そっか、リフレクタープリントだ。あ、いいんじゃないですか、先生。お、良さそう、面白いですね。確かにこれは裏地ですっていう、うん、ロジックになるよね、うん、で、プリントは表地ですっていう、うん、不思議な感覚。確かに、うん、こういうロジックがカチンってはまるときすげえ気持ちいいっていうか、気持ちいいこれがね、デザイナーさんのやっぱりやってられる部分というか、柔らかいサテンでいい、チュスって言うんだけどね、はい、細かい凍ってあるやつのサテンっぽく見えるんだけど、サテンほどピカピカしてなくて、もうちょっと沈んだ光沢感がある柔らかめな生地で、潰しっていう細かい点のドットで作るあのジャガードのやり方で、通常の半台よりも何千円か高くなっちゃうけど100万倍かっこいい仕上がりになるので、
こっちにしませんか。はい、うん、ドリネームは顔なんで、うん、かっこいい方が絶対いいです。要はあのドット、あのパソコンとかモニターも全部そうじゃん、ドットで構成するでしょ、うん、ドットが粗いか細かいかで、うん、だ全部変わってくるから、うん、解像度的な、そうそうそう、はい、なんで解像度が高い顔をちゃんと作って方がいいと思います。何千円かしか買わないから OK、はい、じゃあロゴも OK だね、はい、でそれに合わせる、中のプリント、身頃の中に収まる大きさ、そうですね、背中…背中中央に、まあ、ちょっとこれ例えば、分かった。じゃあここに入るぐらいの最大限の横幅の版を作っちゃっていい。そうですね。ちなみにだけど裏地に規制っていうのが入ります。裏地をこういう風にゆとりを持たせるの。ああ。分かるかな、うん、まあここまででもいいけど、この町の分だけ広がるでしょ、うん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 、裏地はあの表と一緒の距離だと引っ張られて裏地が切れちゃう。だから規制って言ってこういうゆとりの部分を背中心、首の真ん中のところに入れるの、背中のど真ん中。上から下まで、それが中で来て伸びたりする時のプリーツ、アクションプリーツの役目を果たしてくれる。なので真ん中に規制が絶対に入っちゃう。いやー規制大事なとこなんで入れないよっていうやり方もできます。裏地は裏地の機能は全部残した感じがいいんですか。そうですね、うん、だからあと手間もかかっていいことが少ないかな。でこの畳んだまんま上からプリントするっていうのもあるけど、ここ谷になるじゃん、ここの部分って。ここにインクがちょっと溜まってしまうっていう可能性も大。要はここエッジが立っていて、ここの部分に谷ができるじゃん、はい、そのあこっち側か、谷のところにインクが溜まっちゃうんだよねっていうデメリットもありやんす。まあここにインクなるべく落ちないようにって職人さんに頼んで、なっちゃってもノークレームっていう部分でやってもらうっていうのが一番ベストなんだよね。そうですね、うん、まあインクがベタっていうのもなんかなんでしょう、インディペンデントっぽくてかっこいいというか、うん、なんなら背中のファスナーとかとリンクするんじゃないのって思うけど、そういうアナーキーさというかパンクっぽさというか、綺麗にやるとしたら綺麗にできる方法をちょっと考えないとなって感じ。プリントの技術で避けるか、規制のやり方を考えて避けるかっていう、多分そのどっちかしかないと思うんだよ。後者はちょっとあの裏地っぽさなくなっちゃう。ああ、そっか。これ例えばサイドとかに持ってっちゃうと、うん、そっか、裏地っぽくないのか。うん、そうだね、うん、で、どっちにしてもこの肩から下までないといけないからさ、下はなくてもいいんだけどね、うん、この動く可動の部分の辺とかは規制がないと確実に破れる、裏地は。なるほど。上からバッチリいきますかね。うん、俺それが一番かっこいいと思う。あのここ割れても全然かっこいいと思う。いいですよね、うん、じゃあ規制の上からでいいね。はい、オッケーオッケー。むしろかっこいいその方が。オッケー。じゃあロゴも全てはい決まりましたね。フィニート。じゃあじゃあ決まりました。
ありがとうございました。